源平の騒乱1平氏一門の繁栄は後白河法皇の印の謹慎との対立を招き1177年藤原の成親や宋の俊寛が京都郊外で平氏の打倒を図り失敗した鹿ケ谷の陰謀が起きた平の清盛は武力を背景に後白河法皇を鳥羽殿に幽閉し多数の貴族を処罰し 官職を奪ううという強圧的手段で国家機構を出中に収めた。さらに、高倉天皇の中宮である、娘の平野徳子が産んだ子を、安徳天皇として即位させ、外籍の地位も手に入れた。平野清盛の権力集中は、頂点に達するかに見えたが、中央の貴族、大寺院、地方の武士団の間で、兵士の先制政治に対する不満が高まった。 1180年この情勢を見た後白川法王の王子の持人王と畿内に基盤を持つ源頼政は兵士だとの兵を挙げ挙兵を呼びかける持人王の領事が諸国の武士に伝えられたこれに応じて御成寺や興福寺などの僧兵が立ち上がり伊豆に流されていた源頼朝や木曽の源義仲をはじめ各地の武士団が挙兵 内乱は全国的に広がり5年にわたって騒乱が続いた伊豆で挙兵した源の頼朝は最初石橋山の戦いで敗北し敗走阿波で最強を図り源の頼朝を追悼しようとした兵士軍を富士川の戦いで撃退した平の清盛は反兵士の動きを見せた興福寺の僧兵を平の重衡に攻撃させ 孔福寺と東大寺の同等伽藍を焼失させた南都野球地を行った。平の清盛は、都を、良好の大和田の泊まりがある摂津の福原郷に移し、瀬戸内海支配のための兵士の拠点としたが、この戦闘には、大臣や貴族が反対したため、約半年で平安郷に都を戻し、畿内を中心とする支配を固めた。